ストアンサーは頼むこちら。ハローゲーム決勝の伊沢です。山上です。どうだしたらヤフー知恵袋にベストアンサー確実です。イエーイ。肩書きの乱用そんなはずはない。そうヤフー知恵袋というサービスがあります。分かんないことがあったら気軽に質問できる、うん、それに対してまあネット上の人が答える。でその中でまあ最もいいなと思った答えを質問者の人がベストアンサーとしてこう指定するんですね。確かにそれになっていただこう。シンプルな企画だね。はい。でもさ、昔なったことあるじゃん。確かに。そうね。第1回はそうだったんですが、今回は対決形式でございます。ええ。勝っちゃう。なんでそんな違うの。まあ、ルールなんですけども、はい、お互いに2個ずつ質問に答えてもらう。お、2個ずつかですね、はい。もちろんね、ベストアンサー確実説なんで、2個ずつベストアンサーになるはずなんですけど、もうそうだ。万が一、ベストアンサーになってない人がいたら、ベストアンサーの多い方の勝ちということになりますね。なるほどね。賞味0対1だと思うんですよ。4回やったらね、まあ1個ぐらいは、まあ、せっかくなんで教養と学問サイエンスというカテゴリーのみでいく。ああなるほどなるほど。サブページを更新した時に一番上に来てる質問に答えてもらいます、はい、おお、なるほどね。要はサイエンスをやっていきましょう。よーい、表示してください。どうぞ。お、出た。1035、1054、1078、2146、2356の中で平方数の和として表せるものを教えてください。おー、結構ちゃんとしたの聞いたね。これはでもさ、ちょっと考えればわかるんですけど、でもこれスピード大事よ。そうだよ。何個の平方数の和か言われてないのか。じゃあ 1+1+1+1+ で表せるよ。ほんとだ。いっちゃう。でも多分違う気がすんな。多分正確な問題としては成り立ってない、ね、そうね。でそこをどう解答するか。2個の平方数の和っていうウィキペディアのページがある。すごい。合成数が高々2個の平方数の和で表せるための必要十分条件は4を法として3に合同な素因数が全て平方になっていることである。1035の素因数をとりあえず調べると 3×3×5×23、 4を法として3に合同な素因数だから3と23だよね。で、23は平方、指数が偶数になってないから、1035はダメ。効率的に見つけられる方法。この定理はフェルマーによって定義され、オイラーによって解決されたんだから、これ。ベストアンサーはオイラー。オイラーの力を借りることによって。31は、平方になってないから、これもダメ。で、7は平方だけど、11は平方じゃないから、1078もダメ。2146は 2×29×37。4を法として3に合同の素因数がないんだけど、ない場合ってどうなんだ。ゼロ乗ってもらうじゃない。あ、そうか、ゼロ乗か。めっちゃ助けちゃった。いや、ベシン袋の違い。ベストアンサー来ちゃった。これはいけそうだな。2146、こう2の2乗かけ19かけ31あるからね。おー、早い。だから2146はおそらくいけそうだから、これさえ探せばいいんだ。おお、できた。おお、早い。45の2乗足す11の2乗おお、すごい。解答しよう。ウィキペディアのリンク貼るのはあるですか。リンク貼りたいんだ。一応この合意でも勉強できますよっていうのね。で逆に小難しいことを言ってるなと思って嫌われますよ。ああいう詳しいことを知りたい場合は。なるほどね。優しさ。よし、これでいいんじゃないですか。お、できた。回答は2146です。はい。2146は2025+121、イコール45の2乗足す11の2乗と表せます。他の数字は平方数の和で表すことはできません。平方数の和について詳しいことを知りたい場合は以下のページが参考になります。で、また今回は2つの平方数の和という問題として考えましたが、いくつでもいいのなら全て 1×1 の2乗を足し続けることで表せるため、5つ全てが正解となります。おー、これはいいんじゃないですか。ちゃんとしてる。ゴー、トンゴー。あ、1番いきましょう。はい、じゃあ続いては伊沢さんのチャレンジです。はい。落下傘はどうして落下傘と読むのですか。おー、まあ、難しくない。基本的には音読みのものは音読みのものとくっつくかな、うん、っていうのは知りたいのかなってことだろうね。そうだろ。じゃあここ諸説ありますが、諸説がまだ調べてない。一回調べたらいいんじゃない。そういうのおっかさんが手編みなんであの字が3と読むのかかもしれない。確かにその3っていう読み方があることをそもそも知らなくて、落下傘で初めて出会った人の可能性もあるな。むしろ落下傘以外にあるかな。30とかしかない。ああ、銀傘とか。あ、そっか、銀傘。何を書いてるの今は。坂田銀時はどこの球団を応援してるかを調べてます。なんで。いや、ミドルのスープからされてる今。あ、わかった。
った分かった、銀さんだ、甲子園やるじゃないですか、銀さんって、はい、銀さんの押し切りとか阪神だな銀さんが銀さんを言うけど多分彼は今そのしょうもないギャグのために調べてるんですよ。できた。お、諸説ありますが、おっかさんが手編みしたからとも、あのさ、落下がさーと言われた時に紛らわしいからとも、かさという字が音読みでさんと読むからとも言われている。それだよ、分かんなくなっちゃったよ。ちなみに甲子園の屋根のことを銀がさと書いて銀さんと見ますが、坂田銀時は江戸に住んでいるので阪神ファンではなさそうです。疑問は解消されましたでしょうか。吹いてるよ。どれだろうってなる。間違ったこと言ってない。おっかさんとか。ただの親父ギャグを。いやいや、諸説はあります。諸説がないじゃん。ないね。いや俺が提唱した。ダメダメ。そういうの一番高くなる。諸説あるわ。諸説あるってそもそもテレビで言っちゃダメだからね。諸説の中でどれが優先度が高い説なのかってちゃんと明示しなきゃいけないんですよ。テレビで雑学とかを紹介するときはね。事実に関してはさ、全部フラットじゃなくて、これが有力だとか、これがこういうソースだみたいなのあるから、諸説あるってね、本当にね、使っていけないんですよね。っていうもののアンチテーゼとしてここに置いておきます。これが俺の貸し方。はい、それでは続いて聞いてください。人類が作っているキャベツをいただいたら青虫がついてきました。多分モンシロチョウの幼虫だと思うんですが、昨日まで黙々とキャベツを食べてましたが、今日はうろうろしています。この後どうするのが良いでしょうか。どのようにするのが良いでしょうかって、結構ふわっとしてるんだよ。そうだね。青虫をどうして、そしてこのキャベツをどうするかっていうのをどっちも分からなきゃいけないと思うんですよ。青虫を逃がせばいいと思うんですよ。まずこの人飼いたいんじゃないの。だってずっと取ってあるんでしょ。でも虫が苦手すぎて触れずに置いてある可能性もある。ああ、なるほどね。噛んだとしたらもう少し具体的な質問になるのかな。キャベツも幼虫もどうしていいか分からなくて困っている人なんじゃないかなと。はい、じゃあ読みます。はい、まずは割り箸や紙などを青虫の進行方向に向き、青虫がその上に乗るのを待ちましょう。乗ったらそれを持って 外に行けば、触らず殺さずに青虫を逃がすことができます。お、残ったキャベツについてですが、青虫がついていた外側の部分などは念のため捨て、それ以外の部分については普通に食べればよいと思います。怖いようでしたら火を入れた料理にすればよいと思います。ちなみに私の祖母は虫がついている野菜はそれだけ美味しいということと言っていました。もしかしたら特別美味しいかもしれませんね。どうですか。おばあちゃんのチューブくらい良さげな締めね。これでいきましょう。はい、はい、それでは伊沢さんのターンです。はい、正方形の面を必ず持つ立体は正三角形、正四角形、正三角錐、正四角錐、円柱、円錐、球のうちどれですか。四球をお願いします。これ四球ってことはマジで頑張って書けばベストアンサー取れる。確かに今コメントついてないですか。一件ついてる。正四角柱って書いてある。それだけ。でも正四角錐もあるよね。あると思う。下が正方形に乗っている四角錐。そう、正三角柱も違うもんね。正方形を持つ場合もあるね。正三角錐は違うもんね。正三角錐はありえない。これに今井さんはこれさ、うん、更新をしてみて、ベストアンサーにならないかってこと。ベストアンサーになってない。正四角柱って書いてる間違った回答がある。そんなこれ間違ってるって。間違ってるよ。やばいよ。でも宿題とかじゃないの。締め切られてる。うわ、あら、ちょっと丁寧に行き過ぎたね。別の質問に行きましょうか。そうだね。じゃあもう一回ランダムで引き直して出たやつに答えてください。確率です。答えは8分の3です。要するに3枚の効果を同時に投げたとき、2枚は表、1枚は裏が出る確率を求める問題だな。それは分かるんですが、2分の 1×2×2 分の1が8分の1がなぜダメなのかは分かりません。なぜなんでしょうという問題ですね。おお、普通にこれはコインの区別をするかしないかということになりますね。確かにあんまりね、悠長にしすぎるとさっきみたいに取られちゃうからね。できた。読みます。はい、いい質問ですね。深く理解しようとするその姿勢に知恵コイン贈呈です。小粋なトークみたいな感じになった。ズバリ8分の1では良くない。一番の理由はコインごとの区別をしていないからです。例えばここで出てきたコインがそれぞれ1円玉、10円玉、100円玉だったとしましょう。この時1円玉だけが裏で他が表の確率は8分の1になります。1円玉が裏になる確率は2分の1、10円玉が表になる確率は2分の1、100円玉が表になる確率は2分の1ですからね。では10円玉だけが裏で他が表の確率はいくつでしょうか。当然1円玉だけが裏の時と同じで8分の1になります。100円玉だけが裏の時も同じです。ここまで分かったらさらに一歩進みましょう。1円玉か10円玉か100円玉、どれか1枚が裏で残り2枚が表になる確率はいくつ。この答えは上で求めた3つの8分の1を足し合わせた値になりますよね。ここで図紙が入ります。お、図を書いてた。
図を、はい、要するに廃反しないということを、廃反という言葉を使いたくないので図で書いて矛盾しないよねということを簡単に、示してます、はい、一緒には起こらない、はい、はい、そして実はここで求めているのが質問にある問題と同じなのです、うん、どのお金でもいいからどれか1枚が裏になってればいいわけですからね。そのあたり分かりづらいですよね。たくさんの演習を積み復習を繰り返すことがそのあたりの理解に効果的なはずです。コインだけにね、カッコバク。いや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 、最悪だ、最悪だ。しかも分かりにくい。それなら効果だけに出る方がいい。1円玉、10円玉、100円玉すれば分かりますからね。ならない要素があるとすれば、他にめっちゃいい回答があるか、コインだけに出る嫌だった。じゃあ投稿します。スイッチオン。この質問には回答できません。え、まさか。表裏の3通りあるから1分の1かける3で1分の3ベストアンサー。どんなやっぱり早い方がいいのか。分かったよ、真面目に言っちゃダメなんだ。誰も俺を助けてはくれない。だって助けるからなんだもん。ということで伊沢さん、いいのが重要みたいです。そうですよ、速攻でいくわ。はい。お、日本の有名なことわざで、嘘は泥棒の始まりがある、嘘つくやつあかんわな。このことわざ何歳ぐらいに初めて聞きはった？ことわざは奥が深いから好きやねん。もう一丁好きなん競馬やねん。東海ステークスはどの馬よろしそうですの。いや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 い1週間に東海セックスありますんで、うん、結果をもとにベストアンサーが決まる可能性すらあるよ。当てたらベストアンサー。当てたらこれね、大事ですよ。よし、はい、もうね、スピード重視よ。結構かかったよ。じゃあ、何書いたんですか。インティはモバマ苦手の印象がありますが、中京雨が続きそうなので怖いですね。個人的には前奏の良い早やっこをします。あと、ことわざは嘘つきは泥棒の始まりだと思います。ちゃんと最後触れた、触れた。でもこれが当たったらベストアンサーで、確かに。いけ投稿。よっしゃー、おー、投稿できた、投稿できた、よかったね。じゃあちょっと結果を待ちましょうか。はい、はい、ドロン。はい、はい。もちろんベストアンサーになってると思うんですけど、一着にさすがにね。いや、まず一番最初ですね。はい、はい、山上さんが書いてました、はい、これはめっちゃ良かったでしょう。平方数の和というやつ。はいはいはい。それでは見てみましょう。ベストアンサーは頼む、こちら、じゃん、なってません。回答いつだ。2つ。え、負けてる、負けてる。1対1で負けてる。見てみますか。はい、まず2つの平方数の和ですよね。多数個数の定義はないから全部表す。ちゃんと言ってる、僕も言ってる。これ加速をしてフェルマーの二平方和定理を書いている。あ、書いてる、ちゃんと。そして最後にこの2つの表しができますよというのでしょ。あ、しかも2通りできるんだ。それは俺は気づいてなかった。まあ、確かに確かに、相手が悪かったね。これはこれ、この人がすごかった。あ、補足。あ、お二方とも分かりました。おぉ、自分が迷ったんですが、5つの計算式を教えてくださった方に申し上げたいと思います。ありがとうございます。そこはやっぱり、具体的にどういうことっていうのが欲しかったんだ。ジャッジ理由書いてくれてるのめっちゃいいんだ。意味が反省しやすい。コフクロさんが作った人だね。ということで、残念ながら。これでいけなかったら、この企画も成立しない。続いて、伊沢さんの、落下さんはどうして落下さんと読むの。あー、これ何だっけ。で、おっかさんが言ってる。確か、確か。さあ、これベストアンサー確実でしょう。しょう、なってません。なってない。すごいちゃんと答えてる。すごい。じゃあ、まず一番最初に落下と熟語に3、この3っていうのは傘の音読みであるというのを加えた言葉ですって説明があり、これは書いた、これは俺も書いてる。で、落下が落下と読まれる理由、無声シーンに挟まれた凶暴員の愛、イとウは無声化することがあります。洗濯機が洗濯機、1回が1回という。これは無理だった。これをちゃんと学問に沿ってる。すごい。今回この言葉語学、日本語というカテゴリーですけど、こちらカテゴリーマスターのことです。おい、カテゴリーマスター来ないでよ。俺ってカテゴリー引きなんだ。カテゴリーマスターだね。カテゴリーマスターすごいね。今読んだけど全然意味わかんなかった。俺も書いてある。でもね、ちょっと見てこれ。え、2人がいいにしてる。カテゴリーマスターさんの。カテゴリーマスターさん、ない、ない。勝った。ナイス勝ち。ナイスじゃない、ベストアンサー。2対0のナイス勝ち。誰がどう見てもこの回答がいい。小野月が2人もいる。銀玉を読んでる人が
2人いたんだろうね。そうだね。今のところね、ベストアンサーまさかのゼロですが、山上さんの2個目ですね。俺これ結構ね、気になる。おお、まず質問がめちゃくちゃ良かったですね。頼む、これ無理だったらもう無理だよ、この企画は。そうだね。アンサーなっているのか。こちらは、なってません。なんでー。しかもできることはこちらの記事にまとめてる。ずるいよ。産業のやつに負けとるやん。え、ってことはこの人が買いたかったってこと。今補足がついてますね。いや、今3センチくらいさなぎになるのでしょうか。外に話すことも考えたのですが、この時期大丈夫でしょうか。命を大切にしてください。心配です。感動です。ただ少し愛着が湧いてしまいました。もし運よく浮かまでしても外は寒いのですが、ということで、そうこの虫が幸せになるにはどうするのか。うわー、そういうことだ。優しい。育てるべきなのかというところで悩んでた。こちらの記事にまとめてあります。これ URL を見ると、これ本人のやつですね。あ、産業の答えを書いたんじゃなくて、めちゃめちゃもう写真も動画も入りまくった記事を自分で書いてて、それを公開した。つまり結局カテゴリーマスターみたいなもんじゃない。相手強っ。あ、そうかね。このカテゴリーが昆虫っていうのがポイントだったんだ。これが調理、料理とか食べ物とか。本当だ。いや、うわ、すごいことだったんだ。なるほどね。ちなみにさ、カテゴリー Q&A ランキングの2位の誤解を生んだことがありますかがさ、この昆虫カテゴリーなのいいね。だから、どっちの誤解。どっちの誤解。ちょっと見よう、ちょっと見よう。釣り運転に下ろしてない。いや、ガチの人が必ずいるんだ。インターネットすごいわ。インターネットすごい。本物たちが集まってる。本物たちが集まってる。あと、誤解は関係動物なので、昆虫カテに入れられたこと自体が誤解ではない。うまいし、あれ。あ、ほら、リケ。ということで、もうあと1個ですね。もう終わった、終わった、終わった。じゃああと1個無理だもん。あと1個公開するやつはどの馬よろしそうですか。伊沢さんの予想が当たってるしかない。もうなるほど。はい、それでは見てみましょう。伊沢さんなってるんでしょうか。では、伊沢さん、伊沢さん。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。嘘をつくやつって悪いよねっていう質問と、はい、このことわざ何歳で知りましたかって質問と、東海ステークスどの馬がいいのっていう質問もあるんですが、これもう雑談だろう。東海ステークスは知りたいんだろうということで、ただ日本語カテゴリー。でいくとさ、前を答えるべきなんだよ、これは。リンスどう？当たったん。一番人気がインティだったんだけど、はい、多分悪いでしょう。そうですね。では動画ステークス見てみましょう。はい、早く来い。結果はオーベルニュ。早い。5位以内にも入ってる。早くもインティも入ってる。6着、6着だ。6かよ。インティが悪かったな。ライバルだ、うん、結局いい回答が自分ができそうってことは、自分以上の知識のある人はそれを上回るいい回答ができちゃう。確かになそういうことだったんだ。なんか人生訓みたいなのがありますね。いけそうだなと思ったところよりも、本当に戦いの相手がいない人とかブルーオーシャンで戦う。伊沢さんがここに。伊沢さんが質問に答えた下で伊沢さんがクイズ出してる。この表情で早やっこを押しますって言うの。結果的にはベストアンサー1対0で伊沢さんが勝ってくれるまあでもね、ベストアンサー1個取れてよかったです。事前の予想通り。いやー、確実説だったんだけどな。4分の1ぐらいかな。4分の1ぐらいかな、本当に。今日はね、闇知恵袋でベストアンサー東大生なの確実説でした。皆さんやっぱりですね、もちろんもちろんでございます。ぜひいろんな人から学びを得ていただければと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、チャンネル、Twitter の支給さん、バイバイ。いけそうだなと思ったところよりも、本当に戦いの相手がいない。ブルーオーシャンで戦う。